まずはね、これ。おー、めちゃくちゃ使いやすい。じゃあ次はこれ、X800。よいしょ。おー、かっこいいね。おー、見やすいですね。じゃあ次ちょっとブーに行きましょう。かっこいいな。ほら、こんな感じです。なんかすげえちゃんとしたサバゲーマーっぽいぞ。ヤムちゃんもやっと初心者出したな。おー、かっこいいね。あとはこれ。おー、いいね。おー、素晴らしい。やっぱね、かっこいいね、これ。全体的に。お、このクソダサゴーグルも、なんかいい感じに見えるぞ。これはね、ものすごくいい商品ですね。めちゃめちゃいいね、これ。やばいね。これが現状ベストかな。めちゃくちゃかっこいいな、おい。ありがとうございます。僕はかなりおすすめします。私の長年の課題を片付けていただきました。ありがとう、TM クラフトさん。YouTube の皆さん、こんにちは。早速ですが、今回ご紹介するのはこちら。ベン。賛成のフェイスマスクかっこよくするやーつー、というわけでね、こういう感じのものです。実はですね、前回のねサバゲー動画を撮ってる時、カメラマンとしてね出演したんですけど、すげーダサかった。で、その時使ってたのがこれなんですけど、よいしょ。はい。これ自体はね、すごくいい商品で、というのもね、まあ、これ自体はね、メッシュゴーグルなんですけど、綺麗に見えて、で、防御力はバッチリで、結構ね、方付けもしやすくて、かっこいいと思ってつけたんですけど、微妙でした。私はね、いつもね、快適性を求めて、いろいろやって、で、なんかすげえ写真撮られて、いや、かっこ悪いなってなって。で、かっこよさを求めて、今度また快適性が失われていて、行き来してるんですけど、まあそんな折、こんな商品を見つけたので、ご紹介しようと至った次第であります。フェイスマスクの動画めちゃくちゃ出してますけど、未だに正解がわからない。もうね、かれこれね、フェイスマスクとゴーグルだけでね、10人分ぐらいあるからね。いやー、つれーわー。じゃあもう本題入りますけど、これね、この酸性のフェイスマスクね、皆様ご存知、これね、初心者と一周回って行き着いた人と、僕みたいにね、ダサさと快適性を往復しているようなね、サバゲーマー御用達のマスクなんですけど、まあこれはね、本当に伝説のベストセラー商品ですね。すげえ昔から使われてて、やっぱね、一周回ったサバゲーマーっぽい人がね、結構つけてたり、装備もまだ揃ってないような初心者の方がつけてたり、幅広いユーザーに愛されている商品です。で、まあこれをどうにかかっこよくしようということで、これですね、このフェイスマスクカバーが生まれたと思うんですけど、こちらね、あの TM クラフトさんというね、メーカーの商品でして、実はこの会社とはね、私ね、勝手に縁を感じておりまして、以前ね、僕が紹介したあの金網フェイスマスクにお風呂のね、体洗うタオルをね、装着して喜んでた時期がありまして、で、その時にその上位互換ともいえる金網フェイスマスクにつけるカバーがね、こちらの TM クラフトさんから発売されてまして、ヤムチャと同じとこ見てるメーカーがようやく現れたなと思ってたんですけど、勝手にね、あ、まあずっとフェイスマスクの動画を上げ続けてたんで、いつかね、こういうね、かっこよさを追求してくれるメーカーが現れるだろうと思ってね、密かに期待していたんですけど、ようやく現れてくれたということで、ずっと前からね、出始めた時から僕は虎視眈々とチェックしてたんですけど、で、金網フェイスマスクのやつから、そのメーカーが満を持して発売したのが、それがこちら、酸性のフェイスマスクかっこよくするやつ。これね、すげえかっこよくなります。これがこうなるんで、めちゃめちゃかっこよくなりますね。ね、でね、これね、値段がね、ちょっと今調べますね。台本に書いてなかった。サバゲーフェイスガード、酸性マスク対応、ファッションカバー、メッシュ生地、フェイスマスクカバー、リバーシブル。リバーシブルなのこれ。色によるんかな。これはね、タイプ05のね、ブラックマルチカムってやつですね。カラーはね、5種類あるのかな。これ何種類あるんでしょうね。まあカラーはね、少なくとも5種類はあります。これが05なんでね。ち
っといっぱい出てきてよくわかんないから、まあいいや。お値段ね、2580円です。うん、竹、正直自分で作れそうじゃんって思って、ずっと買ってなかったんですね。これ多分1年か2年ぐらい寝かしてると思います。ただね、よく考えてほしい。私みたいなねいや、そんなあれなんですけど、そんな言うほどなんですけど、作り手側というか、まあ、発明者側目線からいくとね、これね、2500円高いと思いきや、実はね、これ高くないんじゃねえかと思って買ったわけですよ、結局ね。で、何がそう思わせたかっていうとね、まずね、まあ、これ買ってみて気づいたんですけど、末端処理、これね、この素材をね、加工した方はね、まあご存知かと思いますけど、これね、末端がね、くるくるってなるんですね。このビブスの素材ね、中学校とかで使ってたゼッケンの素材で、すごい風通しよくて、軽くて薄くて、で、割と丈夫なんですけど、普通に切るだけじゃね、くるくるって、ま、丸まってくるんですね。それで僕使うのやめちゃったんですけど、これはね、末端がすごいね、ちゃんと何かしらの処理がされてます。あ、これ塗ってありますね。塗ってあって、溶かしてあるのかな、これ。結構硬くなってるので、すごく丁寧な仕事です。はい。で、これをね、自分でやろうとすると、まずね、やっぱ形がね、綺麗に切れないだろうし、これ結構ね、切るの大変なんですね。で、ここにもね、ちゃんと、ほら、ゴムのベルトがついてて、で、これもね、縫い付けたりするとね、まためんどくさいですよね。で、これちゃんとね、2枚重ねになってるんでね、頑丈さにも定評がありますね。で、そこに今、ゴムのベルトが挟み込まれて、ミシンで縫い付け屋である形なので、結構手間かかってるんで、自分でまあ作れないことはないと思います、もちろん。ただね、まあ、なんやかんや試行錯誤してたら、余裕で金額超えちゃうっていうぐらいのね、そんな微妙なバランスのね、価格設定、このメーカーね、してくるんですよ。ビシビシ、自作する税にね、メッセージ送ってきてるなって伝わってきますけど、これだけじゃなくてね、このフェイスマスクの穴にガチャンってくっつけて、ゴムね、ゴムもね、880円ぐらいのね、いい価格設定してくるんですよ。880円のゴムをここにくっつけて、これ買うだけで、まあ、トータルに3300円ぐらいでこれが使えちゃうよっていうね。いや、そこは俺は負けねえと思ってね、自分でこれ作りましたけど。で、なぜこっちにしたかっていうところなんですけど、金網フェイスマスクね、もちろん僕も大好きなんですけど、それに関連するあの発明をたくさんしてきましたけど、あのね、金網フェイスマスクの僕がね、結局好きじゃない理由がね、この後ろにね、ベルトが来るんですね。で、結構分厚い2本とか来たり、で、そこをまとめるこんくらいの布が来たりして、帽子をね、選ぶですね。それがね、いけすかなくて、ブーニーハットとかかぶれないじゃないですか。で、あとキャップも前にかぶるとね、なんか変な感じになるし、なんか変な感じになるんですよ。で、頭もなんかちょっと痒くなるしっていうことで、そうだそうだ、だからこのゴムもね、極力やめたんですよ。この耳にかけたいなっていうことでこれにしたんですけど、でね、どんなゴーグルにも合うんですね、これ。それがね、素晴らしい。意外とね、組み合わせがね、難しいんですよ、これ。うん、ちょっとね、見せていきましょう。組み合わせがむずいっていうお話しましたが、例えばね、これね、金網フェイスマスク、ゴーグル、これよく見るよね。あまり好きじゃない私は。これあの X800 シリーズね。で、これまあ同じようなやつのちょっとちっちゃい版。うん、まあ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 って感じ。で、これよくあるやつ。必須者。あとまあグラスタイプね。ちょっとこれしかないかな。まあマスクがあれだからっていうのもあると思うけど、とはいえよ。あ、これね、普通のシューティンググラス、やったあった。変なグラスしか持ってないからな、俺。あ、ほらな、こんな感じになっちゃうんですよ。結局ね、この金マスクはダサいからなしってなったんですけど、メッシュゴーグル最近使うから余計ね、あれなんですけど、じゃあこれをつけるとどうかってなると、まずこれね、まあこれ、これは微妙だ。これだ、今のカットで。じゃあね、これシーディングラス。でもベースが変質者なんだよな。ほら、かっこいいでしょ、ね、いいよね、これね。はい、ほら、悪くないよね、全然いいよね。で、これな、ちっちゃめのゴーグル、ほら、いいじゃん。 X800 タイプ、これヘルメットに合うよね。はい、完璧ですね、かっこいいよね。で、シューティングクラスの時ももちろんそうなんですけど、最近ね、いろいろ作ってるうちに、ライラックスのマスク、どっかにあるけど、あかーん、わからへん、
ちょっとライラックスのマスクね、見つからなかったんですけど、結構かっこいい目で、吐息がすごい、ツーツーですよって。まあ確かにね、良さげなんですけど、実際ね、フィールドで使うと、汗と吐息で、びちゃびちゃなって、息すごいしづらいんですよ。もうすごいんですよ、それはもう。で基本的に、ああいう布系のマスクだと、息ができなくてしんどくなってくるんで、新しくね、これね、自分で作ろうと思って、ここにね、切った金網を貼り付けてね、こう、作ったんですけど、これもね、結構しんどい。これも結構しんどい。結局ね、しんどいんですよ。こういう布系のマスクはね。あと、吐息が上に行くっていうね。で、これの利点は、ほら、下にね、すごい空洞がね、セルの口のとこみたいになっててあるんで、吐息が全部下に逃げるんですね。それがすごくここ重要ですここ重要なんですけど、吐息を下に抜けるからすごい楽なんですね。メガネも曇りづらいしってことで、めちゃくちゃいいんですよ。で、これでもいいんですけど、これだとね、ちょっとね、重いし、ゴムが貧弱だからか、こう付けがしづらいです、これだとね。なんでね、僕はね、ちょっと今回からね、これを押していこうと思っております。まあ防御力はね、間違いないし、かっこよさもいいし、吐息もね、下に抜けるから、普通のね、布系のマスクだと汗も吸ってさらに蒸気くるんで、布系のマスクよりもね、グラスが曇りづらいんですね。だから現状これ一番いいんじゃないかと思ってるんですけど、で、耳掛けにすることでベルトもね、後ろに来ないし、僕今耳ないんであれなんですけど、すごくね、使いやすいと思います。というわけで、ちょっとね、じゃあ一番こういう系でね、問題とされるのが頬付け問題ですね。で、今ね、これ普通のドットサイトだとあれなんで見えちゃうんで、3倍スコープ、これ結構ね、アイリリーフ短いんですよ。あー、こんくらいだもん。こんくらいじゃないと見えないんですね。8センチぐらい、多分アイリリーフ8センチぐらいのドットサイトがあるんで、今ね、なしだとこんな感じ、こんな感じで見えてる。じゃあね、一番やりづらそうなやつから順番にね、やっていきましょう。じゃあまずこれからね、じゃあいきますよ。あっ、こんな感じ。あかんな、これ首グリってなってるな。あ、まあ、見えなくはないけど、すげえ窮屈ですね。はい、こんな感じね、角度的に。頬がね、硬いから、その分首をかしげないといけないっていうね。え、次これ、これはね、結構ね、形がね、そもそもね、いいんですよ。だからね、すごいやりやすい。あ、これですね。こんなぐらいでいける。さっきの感じよりはちょっとね、角度がやっぱね、ここがすごい使いやすい角度してる気がする。ただね、鼻がね、グイって なりましたけど今。じゃあ次はこれか、金網マスク。これはね、ここ柔らかいからね、もうこれはなしと同じ感じで使えるわ。ずるいわ、これは。よし、じゃあ次これ。でもね、これやっぱね、一番かっこいいからね、結局。はい、いきます。素顔より下手したかっけえからな。こんな感じです。これと同じぐらいの感じで使えるし、頬付けはね。で、まあ当たり前だよな、形一緒だもんな。ちょっとな、身つけれへんからな。身つけれたらな、もったいねえよな、せっかくやっとんのよ。じゃあね、せっかくなんでね、今からちょっとファッションショーしてみたいと思います。まずはね、これ普通のシューティンググラスですね。いわゆる皆さんがよく使ってるやつですね。これどうでしょう、結構ね、これ来てますね。おー、こんな感じです。おー、はいはいはい、めちゃくちゃ使いやすい。これはすごいね。じゃあ次はこれ X800。 これはね、あれだな、ヘルメットの方がいいな。こんな感じですね。よいしょ。おぉ、かっこいいね。これはまあなくてもいいけど、かっこいいな。よいしょ。おぉ、見やすいですね、とても。で、あれだ、これ。これだと、目とこの下のやつがくっついちゃってるから、ちょっと使いづらいんですけど、これね、セパレートになってるから、結構下までやれるんですね。で、これ、結構下目につけた方が、頬付けしやすいです、なんか。ほぼ傾いてないもん、ほら。これで今見えてるんで、これと同じ感じで使えます。ここの部分をここまで下にしちゃうと、このメガネがね、すっごい下来ちゃって、
鼻に当たるんですね。ただこれは結構浮いてくれるんで、メガネはくっついた状態でこれが浮いてくれるんで、こういう感じでね、すごい頬付けしやすいですよ。やっぱこれ外して使った方がいいですね。じゃあ次ちょっとブーニー行きましょう。ブーニーはこんな感じです。かっこいいな。ほらこんな感じです。いいね。でやっぱね、耳につけてるからマスクタイプでなんで、普通のねこういうマスクみたいな感じの使い心地なんで、後ろがね締め付けられないからすげえ居心地がいいです。こんな感じです。なんかすげえちゃんとしたサバゲーマーっぽいぞ。かっこいいな。これはこれ写真撮られたらかっこいいぞ。ほらやってる感やばいなこれ。やっとだぜ。ヤムちゃんもやっと初心者出したな。これで違うゴーグルも試してみましょう。まずはこれ。おお、あーこれはあれだな、特殊部隊感出るな、すごい。これもあのメッシュゴーグルなんですけど、ただねこれだと普通のゴーグルだとさっきも思ったけどちょっとね隙間空きますね。でこうしちゃうと多分上がるから頬付けが、あーでもそんな変わんねえな。まあ別にハイモンドにすりゃいいんだけどね。うわーかっこいいね。いいねいいねいいね。あとはこれ。おおいいね。あいいね。くっつけながら。おお素晴らしい。うん使いやすい。こんな感じですね。やっぱねかっこいいねこれ全体的に。ただ個人的にはやっぱりこういうグラスタイプの方が後頭部に何もないので今帽子がすごい被りやすい。こんな感じです。ファッションショー。おこのクソダサゴーグルもなんかいい感じに見えるぞ。これ全然余裕でかっこよく見えちゃうやん。やばいね。すごいね。はい、というわけで TM クラフトさんの酸性フェイスマスク用メッシュカバーのご紹介でした。これはねものすごくいい商品ですね。ちょっとね今いろいろ試してみて初めてだったんですけど気づきましたね。で吐息もやっぱ下に抜けるからすごい呼吸もしやすいし、頬付けもかなりしやすいし、頬付けしたところでゴーグルにね影響しないのでめちゃめちゃいいねこれ。やばいね。いやただね本当はね金網マスク用のやつも買ってみたいですけど、やっぱここの後ろが来ちゃうからね、これマスクタイプにするわけにもいかないから、まあこれが現状ベストかな。めちゃくちゃかっこいいな。おいありがとうございます。ヤムチャめちゃめちゃおすすめですので、ぜひ購入してみてはいかがでしょうか。僕はかなりおすすめします。私の長年の課題を片付けていただきました。ありがとう TM クラフトさん。それでは最後までご視聴ありがとうございました。また面白い製品見つけたらご紹介します。またね。Got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate.